はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。奴隷のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい。二次間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、一目金、衡表トレンドは出ておりません。ストーキアスティックス、開始シグナルが点灯ということで、はい。二次間足ベース、明確な方向感は出ておりませんが、底がたい動きと考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はいまずは2時間シボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線上昇しておりますローソクシャと言いますとプラス2シグマラインとプラスシグマラインの間を推移ということで、はい2時間シボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ですはい2時間シストキャスティックスは買いシグナルが点灯しております。 はい、こちら2時間足1目均衡表です。はい、ロウソク足と雲の位置関係からトレンドですということです。そんな中、ロウソク足はといいますと、レジスタンスラインとしてワークしておりました、えっ、ー、と、転換線と雲の上限、上抜けしてせあの推移しております。現在、ロウソク足の下にはサポートラインとして転換線、えっ、ー、と、雲の上限が位置しております。チャート形状的にはなかなか下には下がりづらいのかなという感じがしております。はい、それでは本日、 ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、2時間足1目均衡表、雲の上限レベル、136円の7号レベル、136円の7号レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは137円の7号レベル、137円の7号レベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ、136円の7号レベルから137円の7号レベルということです。はい、ポイント、短期上昇トレンド進行中ということで、はい、2時間足、ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、2時間足、ストーキャスティックス、買いシグナリが点灯ということで、はい、ドル円ですね。はい、本日、ロンドン市場におきましては、明確な方向感が出ておりませんが、底堅い動きと。 考えております。ただえっ、ー、とドル円なんですけども、今週ですね、もうあのマーケットが動きそうなイベントというのが、まあ12月9日金曜日の11月の、えー、PPI、あとは12月のミシガン大消費者態度指数速報値しかありません。ちょっとですね、もうあの来週の FOMC 前にブラック期間。 ブラックアウト期間に入っておりまして、まあ、フェロの要人発言もありませんし、やはり来週の13日の CPI、14日の、ね、FOMC を控えまして、なかなか方向感がない状態ということです。さらには本日なんですけども、まあ、株安の円買いとアメリカの金融引き締め、長期化期待のドル買いの綱引き状態ということで、なかなか、まあ、ドル円に方向感が見いだしにくい状況ということです。そういういことででドル円ですね 本日ロンドン市場におきましては明確な方向感がない中底堅い動きと考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります